笑う警官は、ペールバールと毎週バル協調によるスウェーデンの警察小説、マルティンベックシリーズの第4作である。高見博士役の翻訳の原書は、アランブレア役、パンテオンブックスの英語版、ザラフィング・ポリスマン。1970年度のエドガー賞長編賞、受賞作品。2013年9月に、柳沢由美子による、スウェーデン語からの直訳による、新訳版が、 角川、角川文庫から観光された。1967年11月13日23時3分、ストックホルムとソルナの市境で路線バスが道路から外れて停止する。通報を受けたパトカーが駆けつけると、品種の一人を除き乗車中の全員が死亡していた。現場に到着したマルティンベックは、被害者の中に部下のオーケステントルムが含まれていることを知る。 目撃者も存在せず、被害者のほぼ全員が死亡しているため、誰がどのような理由で狙われたのかもわからず、捜査は各被害者の背景を調べるところから始まった。地方からも応援を頼み捜査を続けるうち、被害者の何人かは裏に後ろぐらい事情を抱えていることが判明したが、その中に一人だけ身元不明の被害者がいた。その一方、事件当時に非番だったステントルムは、 ある未解決事件の独自調査を単独で言っていたことが判明する。1967年製ストックホルムの2階建て、バスオミ KP-31。ありがとうございます。